準備ができてないんで、ほとんど即興話をしないといけないという。一月お会いすることはなくなるわけです。ああ、そうそう。あの申し訳ありません。来月はちょっと27日の日は入院をしてるもんで。あ、誰が？うん。先生は？うん。すごく気は危険らしいです。嘘嘘。嘘嘘。本当はしなくてもいいくらいのところだけど、まあ白白と言われるからやめろ。なんかあんまり簡単な手術なんでね、あの保険が効かない、保険が効かないって、あの入ってるあの医療保険が効きそうもないという。あ、短すぎて、あのいくら以上だから、そうそうそう、だからなんかこれこれの手術なら医療保険で出るんだけどっていうふうな脅されちったのって、ずーっとあの医療保険の金払ってるのにこんな時に出してくれないのかってムッとしちゃうんですよ。一回もまだ使ったことないと、入って以来ね30年ぐらい医療保険に入っててね、一回もまだ使ったことない。医療保険って民間の医療保険、民間の、あ、なんかね、ジブラルタ、今ジブラルタルスにすごい名前変わって、一番最初入った時はセゾン生命だったのが、なんかね次々に名前変わって今ジブラルタル生命だった。ああ、どうも、資本手術とかなんかね、そしたら手術代出ないかもしれませんって言われて、がっくりしてる。30年も払ってて初めてなのに、それくらい出せよなんて言いたいんだけど。でも入院費は でも1日入院費は出るって。あ、でも1日1日5000円でしょ、うんうんうん、だから足して出ないもうしょうがないよね。まあいいでしょ。はい、じゃあぼちぼち始めましょうか。はい、申し訳ありません、ちょっとね、勘違いをしてて、1日が水曜日だったっていうのを失念というか、すっかりしてて、もう29日だとばっかり思い込んでいたら、突然今日だということが分かって、あたふたして、急いで、本当に今日は準備ができていません。ですから、まあ、かなり即興的なお話にならざるを得ないので、ちょっと最初に申し上げておきます。申し訳ありません。それから今確認したように、ちょっと来月はそういうわけで申し訳ありませんけど、一回お休みさせてもらって、平野さん、大体措置の方はどうなりました？4月やるってことでいいのか？あ、大丈夫です。あ、大丈夫ね。はいはい、じゃあ2月をお休みにした分は4月の第4水曜日にちょっと振り返させていただくということにしますので、よろしくお願いします。はい、で今日は、なんだっけ、あ、ごめんなさい、第3水曜日ですよね、4月の16日です。あ、ごめんなさい、第3水曜日ですね、4月の16日ですね。はい、はい、で今日は、表現転移論の第2部、近代表出論の2の、3および4、網走まで姿勢道草、それから明暗会の末裔伝言の入津と、うん、まあ、今日のところはちょっとね、吉本さんの書きっぷりが今までとはかなり違うなというのを感じさせる部分で、まあ、それだけ特に漱石に対する吉本さんの思い入れの深さというのを非常に強く感じ、だ今まで禁欲的な表出論という枠組みで語っていたのに対し、かなり大胆に漱石に関しては内容の部分まで踏み込んだ議論をしてますよね。その辺が逆に言うと今回読むところの一つの面白さというかポイントにもなるところかなと思います。さて、それでね、どこからお話をしようかと思ったんですけれども、ちょっと最初にこういうとこから入ってみたらどうかなと思ったんですけどね。この今問題になってるのは大体1910年から12年、つまりもう本当に明治の最後ですよね。明治の、10年っていうのは明治の40、これが何年になるんだ、これが40、43かな、うん、当たり前。この時期に生じたこの問題っていうのを例の、図でこうもう一回考えてみたいと思うんですね。
で、これ以前のこの時期以前の、文学はこの辺に地として位置をしていたと。つまり詩事表室の方へ非常に傾いた形で、この詩事表室基本的に今までお話ししたことのつながりということになるわけですけれども、このどちらかというと今まで の、 表出論の中で重点になっていったのは予想に反してという言い方は変だけれども、どちらかというとこちらの側だったんですね。詩事表出の側にぐっとこう引き寄せられる形で、この明治1910年以前の明治期 の、 表出論というか文学の流れというのはあったと。これが今までの近代表出論の今までの部分の一つの大きな特徴だったと言っていいと思うんですね。ところが、これに一つの前提になるのが1905年の日露戦争、でこの1910、1912っていうのは一つのこれもう言い方でこれ最初の日本の近代の歴史の中の最初の戦後だと言っていいんじゃないか。つまり1905年の日露戦争以後という意味での、日本の近代史の中の最初の戦後っていう時代であると。よいしょ、大丈夫。じゃあここでこの時代に、はい、何がここにこの、これは今までの、これは以前だと思う、何がここの表出空間の中で起こったのかっていうこと、この1910年から今日問題になる、問題になるっていうもう出発点になるのはこの1910年、明治43年から45年にかけての時期ということになるわけだけれども、ここで一体何が起きていたのか、何が問題になっていたのかということを考えてみた。そうすると、前回の2のところでもすでに明らかになっていたのは、この日露戦争という戦争が結果的には日本の社会、日本の近代社会に様々な意味での大きな変容というものをもたらしたということだったわけですね。でその変容というのは一言で言えば近代社会の膨張と、日本の社会、明治期の社会内部における近代社会の、膨張と、もうちょっと言えば近代社会が持っているさまざまな特性というものが、この日露戦争を通して急速に膨張していった。で明らかにこの日露戦争後の最初の戦後といってよいこの明治末の時期において、当時の社会を規定したらこの非常に急速な、近代社会の膨張、近代社会の膨張って言い方は変かな、明治期という近代社会内部における近代社会が持っている性格の拡大というか膨張といったら正確に言えばそういうことになる。じゃあここで言うその近代社会の性格特性の膨張というのは一体具体的にはどういうことかっていうと、これいくつか語ることができると思うんですね。一つはこれも前回お話しした、これある意味では非常に社会的なあるいは政治的なっていう問題になるわけだけれども、昔懐かしい言い方で言えば階級分裂の増大と。これはやはり日露戦争後の日本社会というものを考えるときに非常に重要な要素であることは間違いないと思うんですね。階級分裂の拡大と。
階級間対立というものが非常に先鋭化していった、まあ、そのことに伴って、社会主義思想というものが急速に日本の中に、移入されるようになっている社会主義という形でこの階級対立というものを、捉えようとする、社会主義の観点から階級対立の問題を捉えようとする、傾向というのが、まあ、急速に拡大していった。ただこの問題は当面のところこの文学の問題に関してはもちろん大逆事件とのつながり等々あるわけで、それはそれで非常に大きな問題なんだけれども、今日のところでお話ししようとする問題に関してはちょっとその問題は後回しにしておきたいと。この階級対立が何をもたらしたかっていう問題は、まあ、この問題はずっと後になると当然文学で言えば日本プロタリア文学の問題になっていくわけですけれどもね、まあ、それはちょっと今のところは置いておいて、で今日ここで生じた問題としてあれなのは、一つはですね、このところに介入した自然主義の問題ということです。それでですね、今日の範囲の中で、3の網走まで市政道草のところでこの自然主義の問題について吉本さんはこういう言い方をしています。引用の括弧27番の引用、市政からの引用の括弧27の引用がありますね。この若い入れ墨師の心にはっていうとこから始まる谷崎の市政の引用が括弧27番でありますね。でその27番のすぐ後ですね、そしてこの徹底した和体への解体は自然主義文学運動の文体破壊の後で初めて可能であったという意味で、谷崎もまた家父と同様にその影響から別のところにあったわけではなかった。そしてその後ですね、谷崎の文体が表出紙の上にもたらした新しさはこのいかなる意味でも作者自体を意識的に表出へ投入することを根源的には拒否したことによって初めて成立した。彼の恣意的な対体意識は対象そのものの意味に置かれずに対象と自己の間に起こる情動そのものに置かれていた、とこういう言い方を吉本さんしているわけですね。ここは非常に僕は注目に値する部分じゃないかというふうに思っています。でまずここをちょっと見ておきたい。でそれと、まあ、ちょっと後先前後しますけれども、前半のところで網走まで、これは志賀直哉ですね、志賀直哉の網走までについての、論述があるわけですけれども、そこで、どこって言ったらいいか、今度は引用の26の後のところですかね、その後のところ。同じ汽車の箱に乗っている自分が目の前に腰掛けている母子を見ているという位置で書かれている。一見すると作者の生理的な肉眼が母子を客観的に緻密に観察して書かれているように見えるが、事実はそれと異なっている。単なる観察ではこの後半の風に吹かれて揺れる赤子の産毛や赤子に止まっているハエを追い払う母親のハンケチや赤子を座席に寝かしてハガキを取り出して書き始める母親の手つきをこれだけ鮮やかな像によって表出することはできない。でこの無造作な描写は観察位置に座った作中の自分を作者の自己位置からはるかに高く自己表出によって打ち上げているのだ。で作者の私と作中の自分との距離が詩画の観念の水準を語っているのだが、この水準は同時代の文学体を超えるエトバスを持つものである、こういうふうに言ってるわけですね。で、実はここで隠れた主題になってるのは自然主義移行という問題なんですね。で谷崎の方では自然主義文学の文体破壊の後に和体への解体が生じたと。ただしこの和体はここで言っている和体とは
本質的に異なるものである。つまりここでの値というのは C 表質につきつつある種のその社会的コミュニケーションって言ったらいいかな、まあ、あるいは客観的描写というふうな意味合いも含めて実性を描写するというところが無媒介な形で表に出てきている。それを話題というふうに言ってたわけですよね。ところがここで取り上げられている谷崎の姿勢における徹底した話題というのは今までの話題とは異質な話題である。でじゃあその異質ってのはどこから来るかっていうと自然主義による文体破壊の後に可能になったものであるというふうに言ってるわけですね。で詩画の方に戻ると詩画の場合にも、一見すると作者の生理的な肉眼が母子を客観的に緻密に観察して書かれている。これ自然主義の客観描写のことを指してるわけですよね。だから一見するとこの網走までの表現というのは表質というのは自然主義のにおける C 表質の水準と重なり合うように見えるというふうにまず言ってるわけです。ところが違うんだと。それは何が違うかっていうと、実は、作中の自分というものを作者の自己位置からはるかに自己表質によって高く自己表質によって打ち上げていると。つまりどういうことかっていうとこの自然主義の文体破壊がここの部分を解体したと破壊をしたってことだと。じゃあなんで自然主義がここを破壊をしたか。これはおそらく全く対極的な意味を持つ2つの理由によってだと思うんですね。一つは今言ったようなその自然主義における描写の客観性といわゆるリアリズムの問題ですね。でリアリズムってのは徹底的に事実を事実としてありのままに描こうとする。ところが極めて逆説的なことに、リアリズムという形で対象を客観的にありのままに描写し表出しようとすればするほど実はその背後において全く正反対の表出衝動というか表出の推移というものが生まれてこざるを得ない。それは何かっていうと描写する私とは何なのかっていう問題なわけですね。描写の対象性に対して描写する私とは何なのかっていう問題が出てくる。つまり自然主義は描写のリアリスティックな描写客観的な描写というものを推し進めれば進めるほど描写の客観性の背後において描写の客観性を保障している描写する私とは何なのかっていう問題を引き起こさざるを得ないということだと。でこのことはもう一つ別な言い方をすると自然主義において実は描写される対象と描写する私の最初の断絶というものが生じたというふうに考えることもできる。つまり以前自然主義以前の自然な話題の世界における表出というものの中では描写する対象と描写する私の分裂というのは十分な形では自覚をされていなかった。ところが自然主義が徹底した客観性というものを追求する描写というものを追求するそのことの反作用として実は描写する私というものと描写される対象というものの間の分裂というものが生じる。描写する私は言うまでもなくこちらの側になるわけです。こちらの側に行かざるを得ない。つまり自然進化こちらの側へ。でそのことを如実に示しているのが詩画のケースであるというふうに、言ってる。つまりここで描写する私っていうものが事実として成立する水準というものがある。それが詩画の言い方で言えば、作中の自分が作者の自己位置、この作者の自己位置ってのはあるがままにある実性としての作者の主体の位置なわけですよね。でそれはまだ
その時点では事実性のレベルに、この事実性のね、社会的事実性のレベルと変わってないわけ。そこのところに埋め込まれている主体の位置というの。ところが、その自然主義が徹底した描写の対象の描写、客観的描写というものを進めた結果として、描写する私というのが私というのが出てきた。つまりこちらが描写される対象と、描写される対象、指標質の側に対応する描写される対象というものが徹底されればされるほど、実は描写する私というのは自己表質と対応する形で、つまりここの間に分裂が生じた時に、この描写する私というものが自己表質の、つまりこの描写する私の問題というのが、この自然主義以降においてはその実性としての私というレベルを超えて表出する表現する私という実性の私のから乖離して、そこの乖離した分だけ自己表出の高まりを思考する、そういう私になる。それに自己表出の高まりというものを、でもちろんあの志賀直哉の場合もう一つの側面があると、それはあの今、読んだところから少し後のところで、目の前に見た母子の姿を元にして父親の像を想像すると、このいろいろとそこにはまだそこには存在していないこの母とこの父親という存在についてあれこれ想像を巡らす、これは、まさに自己表出的なものの側への傾斜というのを表しているわけですよね。当然そういう想像される父親像というものを、あれこれと考えている私というのは、これは実践の私ではありえないことは確かなわけだけれども、しかしその一方で一見そうと見えないのは肉眼の可塑性を作者が手放さないからであると。じゃあこの肉眼の可塑性というのは何かっていうと、自己表出のレベルにおいて描写する私というのが実性としての私というものからはるかに乖離して、自己表出の水準というものの高まりの中に分け入っていく、高まりの中をこう辿っているにもかかわらず、志賀はその自己表出性に傾斜していく、そこの高まりの中に身を委ねている描写する私の水準というものを、あくまで実性としての私の水準というものに留め置こうとして、でなんでそうなるのか、これはおそらく一つは自然主義との関連、やっぱり自然主義の影響というものがまだ非常に強く残っているということ、まあ、そのことは対象の描写の強い選択性という言い方につながるわけですね。で、実はここから一つの流れとして出てくるのは私小説の問題になっていくんだと思う。私小説というのは自然主義以降において事実性としての私、つまり徹底的な客観描写というものを推し進める主体としての私というものが、まさに事実性の私、事実性としての私そのものとの位置と相重なる、つまりあるがままの私なわけですね。あるがままの私が、何かを、体験し、何かを見、聞き、そしてそれを描写すると、そういうあるがままの実性としての私というものに描写する私が重なり合うところで成立するのが私小説と。で、表出主義的にここで吉本さんが言ってることを整理すれば、志賀の網走までという作品は決して私小説ではないと。そういう事実性としての私が描写する私とそのまま正確にあるがままに重なり合ってしまうようなレベルでは書かれていない。にもかかわらず日韓性の仮想というものを通して志賀はその描写する私と実性としての私というものの乖離というものがあたかも存在しないかのように表現している。
その結果として志賀の小説というのはあるがままの私、実説としての私が何かを体験し何かを見聞きしていることをあるがままに表現しているという形で私小説と受け止められる側面を持っていた。だからこのことは実説としての私というものと描写する私の乖離というものを認めないところに私小説が成立すると。でそれは自然主義の直接的な遺産が、私小説であるということを表すとともに、実はこの私あるいは主体と言ってもいい、主体の位置、自己表出主体の位置というものに関して、私小説は私という一人称を使いながらもこのレベルというものにある意味ではつなぎ止められているというふうに言えると。じゃあそうじゃない部分っていうのは一体どういう形で出てくるのかっていうのはここから問題になってくる。つまり僕が今日ここで一番問題にしたいと考えているのは、むしろ描写というよりもここからは問題にしたのはこれなわけです。で、ここにはある種の社会的時代的契機というものが非常に強く結びついていることは間違いがない。じゃあここで生じている問題って何なのか。でこれを考えるとちょっと吉本さんの議論を離れる形になるんだけれども、実は19世紀のヨーロッパの小説っていうか文学の歴史においても同じような問題が生じつつあったと言っていいと思う。それは何かっていうと、19世紀のヨーロッパの小説文学の主流が、自然主義ナチュラリズムと呼ばれるものであったことはこれ間違いない。でそれで日本の自然主義はそれを取り入れようとしたことも間違いない。ただしこのヨーロッパの自然主義というのは、後に小林秀夫が私小説論でも論じた問題だけれども、日本の自然主義とヨーロッパの自然主義ってのは明らかに違うわけです。ただ違うんだけれども、どういうふうに言ったらいいかな。ヨーロッパの自然主義、例えばヨーロッパの自然主義っていうのは大体バルザックあたりから始まって、一番典型的な作家としてはエミール・ゾラということになるわけですよね。それから自然主義という言い方が、当てはまるかどうかちょっと微妙なとこがあるけど、イギリスのチャールズ・ディッケンスっていう小説家がいるんですね。ディッケンスで、このゾラとかディッケンスの小説を考えてみると、ヨーロッパの自然主義、もし彼らの小説の世界を自然主義というふうに呼ぶとすれば、そこで一番大きな特徴というのは、彼らの文学というものが極めて社会的である、と社会化された世界である。同時にゾラの場合はさらに方法的には同時代の社会科学的あるいは自然科学的な方法というものを通した正確な描写表現というか、そういうものを志しているっていう点も一つの特徴に、もうともかく自然主義というものはヨーロッパの19世紀のヨーロッパの小説文学の本流としての自然主義というものがあるとすれば、それは極めて社会化された表現空間というものを前提にしていた。と同時にそうであるがゆえに、自然主義やゾラがまさにそうであったわけだけれども、
その都度の社会の中に現れているさまざまな矛盾や対立、葛藤というものを非常に生々しく描き出すという側面もあったわけですね。まあ、そうした形で社会矛盾というものと文学が直接対決をするっていうふうな状況が自然主義とともに生まれてきた。これはあの例えばゾラのドレフュース事件に対する関与というふうな問題を考えてみれば、まあ、明らかだろうと思う。ところが19世紀の後半あたりからそうした自然主義文学というもの、自然主義というものを本流とするようなオーソドキシーとするような19世紀の小説文学の世界にある種の変化が生じてきます。それは何かっていうと、一言で言えば、吉本さん的に言えば詩意表出的な水準と対応する事実性としての社会性というものに直接対応するような形での小説世界とは異なる。むしろそうした事実性としての社会というものが消えていく。でその代わりに何が出てくるかっていうと、要は社会から隔絶された形で浮上してくる私というものって言ったらいいのかな。これを単純に内面世界とか心理世界とかっていうふうに言うとちょっと問題が僕あるような気がするね。それは単純な意味での主体の内面世界というようなものとはちょっと違う。ただ明らかに私というものが実性としての社会性のレベルというものから乖離していくということで生じたこの私の領域、つまり社会的なものに対してある種の余剰領域としての私というものが文学の表現対象としてせり出してきたっていうことじゃないか。でこれはあの文学の問題だけじゃなくて、もうちょっと広く取るとあの哲学とか心理学とかそういうものを含めて考えても、あの19世紀の後半から世紀末に至る過程の中で、その当時のヨーロッパの思想文学というものがこの領域というものに非常に強い関心を抱くようになったことは間違いがないとね。例えば哲学思想の分野、あるいは心理学も一部含む形で考えると、この時期一つ非常にあのそれまでなかった主題として見えてきた問題が、広い意味における無意識の問題だと。もちろん無意識の問題を正面から扱ったのはあのフロイトの精神分析になるわけだけど、ところがフロイトの精神分析的なアプローチというのはすでに例えばニーチェであるとか、それからジンメルで、ジンメル、まあジンメルの場合はフロイトとほぼ同時代ということになるかな、まあでもちょっと前ですかね、ジンメルね、ゲオルク・ジンメルである。それからフランスでいうとデュルケームがいますね。こういったような人たちによって集合意識とか無意識とか、つまり個人個人の私というものの直接性というものの背後に隠れている意識世界って言ったらいいかな、そういうものが急速にせり出してくるわけですね。だからここの問題っていうのは、例えば記憶の問題であったり情動の問題であったり欲望の問題であったり、そういうものが非常に強くテーマ性としてせり出してくる。でこうした19世紀の後半から世紀末にかけて始まるそれまでの自然主義的な小説の流れ、本流というものとは異質な、そういう世界というものが最終的にどこへ向かったかっていうと、まあ、20世紀の前半において例えば、マルセル・プルーストの失われた時を求めての世界、
例えばマルセル・プルーストの失われた時を求めての最大のテーマっていうのは記憶ですよね。記憶という問題。しかも無意的な記憶と、つまり意識された記憶ではなくて無意的な記憶というものが問題です。同じように記憶という問題を20世紀の前半で一つ集大成的に扱っている文学としては、あのオーストリアの、ローベルト・ムージルの特性のない男。まあこの特性のない男は記憶の問題だけじゃもちろんないんで、ある種の逆説的な社会性がテーマになっている作品とも言えるのかもしれない。だからまあもう一つがあのアイルランドのジェームス・ジョイスのユリシーズという作品ね。まあ、一般に20世紀の三大小説っていうふうに言われるのがこの3冊ね。プルーストの失われた時を求めてと、ムージルの特性のない男と、それからジョイスのユリシーズというふうに言われるわけで、こういうところへ向かう流れのじゃあ前提になってる問題は何かっていうと、それがこれなんだと僕は思う。表出する私と実践のレベルの私というものがはっきりと乖離をしている。でそれは社会と私というものの、社会と主体あるいは社会と個のはっきりした乖離というふうに考えることもできる。つまり今まである種のコミュニケーションが取れていたような社会的関係というものがどっかで断絶をしてしまう。で私というものがある種のディスコミュニケーション、非コミュニケーション状況というものへと退いていく。でこのそういう形でディスコミュニケーションに退いていくことは、逆に言えば、逆転させた言い方をすれば、この表出する私というものが自己表出のレベルでどん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 せり上がっていく、高まっていくと。でその高まる分だけこの自己表出のレベルというのは非表出の世界から乖離をしていくわけですよ。そうした問題というのがこの時期の文学の最大の問題であるというふうに考えるとするならば、で事実ここで吉本さんは、僕は少し拡張した言い方になるけれども、今ここでそういう問題を考えようとしている。つまりある意味ではここから日本の近代性始まってるわけですよね。っていうよりも、まあ近代性っていうのはモダニズムですよね。モダニズムと呼ばれる、モダニズムっていうのはあの近代主義じゃないわけですね。近代主義ではなくて、むしろ裏返しの近代主義と。近代というものが、近代の中における自立性や客観性と主体あるいは私性というものがむしろこうつながらなくなって断絶してしまう、分裂をしてしまうという状況というものを前提として現れてくる文学や芸術や思想の表現というものがモダニズムである。だモダニズムの最大の前提というのはこれだという、実性としての私と表出する私というものが完全に乖離してずれてしまう、逸脱してしまうという、そこから始まる経験というものがモダニズムの経験ということになるとするならば、この明治43年から45年のこの時期の文学の在り方というのは、まさに日本における本格的な意味におけるモダニズムの始まりっていうふうに位置づけられるんじゃないか。要するにここから自己表出性のせり上がりというところを前提にして考える文学体の表現の問題というものを本格的に考える前提というものが初めて生まれ始めている。で谷崎の方に戻るとですね、谷崎はさ、その文学体ではなく徹底した話体への解体なんだけれども、ところがここでこういうふうに言ってますよね。彼の支持的な体体意識は対象そのものの意味に置かれずに、対象と自己との間に置ける情動に置かれている。これは非常に注目すべき表現だと、注目すべき指摘だと僕は思います。つまりここで話体の側においてもモダニズムが生じているわけです。話体の側のモダニズムというべきもの、それは何かっていうと、話体の背後にある思意表出性というものが社会的実性に直接結びついていかないということです。ここでも話体の背後にある思意表出性というものが直接的に社会の実性とは
結びつかない、つまりそこにある種の断絶というか亀裂が生じている、逸脱が生じている。話題そのものは指標質性の背後にある社会的事実性というものから乖離してしまっている。そうするとその代わりに何が表に出てくるかっていうと、まあ、市政の場合もそうだし、他のあの谷崎の一連の小説にあるのは、要するに何て言ったらいいかな、事実そのものというよりはその事実によって触発された情動の在り方、例えば27のところでありますよね。大抵の男は苦しきうめき声を発したが、そのうめき声が激しければ激しいほど彼は不思議に言い難き愉快を感じるのである。僕はあのこの頃の谷崎の作品で実は一番好きなのはあの美食クラブっていう作品なんです。ここはもう本当に情動というかある種 の, あの感覚ですよね。感覚的閲楽っていうもののこれでもかこれでもかっていうオンパレードで、これはもうちょっとそれまでの日本の文学作品にはなかった世界だと言っていいと思います。やっぱりね、つまり話題を通して描かれている世界が、それまでの話題が結びついていたのは指標質性の指標質性というものが直接社会的事実性に媒介されていく、結びついていくような世界では全然ない。むしろある意味では極めて感覚的に閉じてしまっている、自閉してしまっているような、あの閉じてしまっているような、あの純粋感覚の世界、純粋情動の世界、純粋情念の世界、これも極めて新しい。だからそれはある種は裏返していえば、やっぱりそれもある種の自己表出性というふうに考えざるを得ない夢を持ってるわけね。ちょっとあのこの辺りはね、これちょっと突拍子もないというか、あの変な連想なんだけれども、今ちょうどあの上野の西洋近代美術館でモネ展やってますよね。あのここで言われている、浄土対象と自己との間における浄土そのものを描くと、あのモネの絵っていうのはいわゆる印象派の絵なわけだけれども、僕は印象派の絵の中でもやっぱりモネの絵っていうのは飛び抜けて特徴的である。絵というのはそれまで対象を描くというふうに考えられてるね、対象という事実性を描くと。ところがモネは対象としての事実性、対象という事実性を全然描いてないわけですよ、描写してない。じゃあ一体彼は何を描くっていうか表現してるかっていうと、見るという行為そのものを描いてるわけ、見ているものではなくて見るという行為そのもの、それをモネは表現している。そうするとそれは具体的に何かっていうと、もう形が解体してしまって光というものが戯れている。その光の戯れってのは何かっていうと、対象を眼差している私と、私の眼差しと対象の間の関係なわけです。具体的に言うと、網膜の上で乱反射する光の刺激っていうことになるわけだけど、それはまさに私と私が見ているものの間を光という媒介を通して結びつけている関係そのもの。この関係が見るという行為になるわけです。この見るという行為という形で現れる見るものと見られるものの間の関係を描くっていうことの中にモネの絵の本質というのがある。これってここで谷崎に関して言われていることと同じだと思いませんか。あるいは詩画のところでね言われているものとも、これも同じことじゃないですか。つまり一周回るとモネという媒介を言われて考えると、ここで文学体と話体という違いを含みながらも、詩画に関して言われていることと谷崎に関して言われていることは、見られる対象を描くんではなくて見るという行為そのものを描くというモネ的なモチーフというものをそこに置くと、一周回って一致するわけですね、谷崎と詩画が。
自然主義以降の、つまり描写の客観性の背後に現れる描写する私というものがせり出してくる過程の中で、表現というものが対象そのものにつくのではなくて、ちょっとその表出しようとする私というもの、あるいはその私と私によって表出されようと表現されようとしているものの間の関係そのものに表現の位置というものが結びついて、じゃあそれを促しているのは何かっていうと、何度も繰り返しているように、この時期において生じた社会的な事実性と私の間の乖離だと、まさにここのこの乖離の背後にある社会というものの膨張膨化というものを通して、私と社会というものの結びつきというものが見えなくなっている、私というものが社会的なものから乖離をしていく、つまり私の漂流が始まるわけです。それは内面性の神話みたいなものではない。いや、ストレートにそこを内面性っていうふうにまだ言いたくないところが、ただ確かに内面性の神話につながります。それとポジティブな見方を多分高橋さんは取ろうと思ってます、うんうん、否定的な考え方といえば、例えば、明治の国語教育とあるいは学校における身体の、うん、における何て言うんですか、うん、主体化みたいな、主体化によって生じる内面化ね、うん、そういう面がないとは言えないと思います。ただね、ここで滋賀と谷崎に関して吉本さんが言ってる問題は、そういう主体化イコール内面化っていうね問題にはちょっと解消できない部分を持ってんじゃないか。むしろここで僕が考えたいのは、その例えば今モネの例を出した、あるいはプルストとかね、あのジョイスの例を出した、そういうものへと向かう広い広義の意味におけるモダニズム、つまり近代の分裂の所産として、生まれた近代ならざる近代、虐殺としての近代としてのモダニズムというものへの動きというのが、ようやく日本においてもこの明治の43から45という明治最末期の時期に始まっている。でそのヨーロッパで起こったその流れと日本で起こった流れというものに共通しているのは、社会の膨張に伴う私というものの位置の漂流逸脱というものだったんではないか。そこよちょっと分かんないんですけども、うん、モネの例はすごく分かりやすい、うん、このなんか谷垣の話より一目パッと分かるんだけれど、うん、その乖離すると、うん、その間の関係が浮き上がってくると、そうそうそう、だから離れるから離れるから関係が問題、だから一体であれば関係そのものは問題にならないわけだよね。だから事実そのものを、対象そのものを描くということと、その描く私がいるということの間には何の矛盾もないわけですよ。地続きなわけだから、そこには関係が生じようない、つまり私と事実は一体になってるわけですよ。こういう言い方、こういう言い方ありますよね、格物致知っていう、これは事実にのっとって知ると。だからここでこの格物致知的な理想というかね、イデアルの中では私と事実の分離ってのはないわけですね。まあ、事実にのっとってそのまま語れるということですからね。危な人たちがこの格物致知的に夏目漱石の側転虚子をね解釈する、で後でお話しますが、これは完全な誤解です。全く反対の問題を漱石はやろうとしている。漱石はむしろ格物致知の全く反対の世界というものを実は切り開こうとしたんだと。まあ鴎外の自然の世界を格物致知的に理解する認識するという見方もあるのかもしれないけど、僕は鴎外もやっぱり違うだろうと思ってます。これ乖離してるっていうことで、やっぱり自然主義の一つの結果だと思う、ね、それが文体破壊って言い方で言われていると。ここで破壊された文体っていうのは、そのこれ以前の時期におけるさっき言った言い方で言えば、思表質の側につくことによって成立をしていた文体の水準というものが自然主義によって破壊されたって意味だと思う。だからその破壊によって自己表出への道っていうのは開けたっていうことだと考えたらどうでしょう。ただその乖離の仕方の捉え方なんですけど、うん、谷崎の場合は
はっきり言ったその、まあ、見ている、まあ、自分の、まあ、その海流そのものを情動で埋めちゃったっていう、うん、そうそうそう、だから、まあ、そこをついた状態で埋めちゃった感じ、ある意味では自分の情動に溺れるわけですよね、枠できする、だからそこには規範性がもうなくなるわけですよね、海流をじっと見つめる眼差しがないわけですね、うん、そう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 、あの谷崎の場合それが話題として現れるのはそこに溺れるからだと、で志賀の場合はその帰りというものをじっとさらに見つめる目があるということだと思うんですよ、あの話題が要するにそこをついている話題になっちゃってる、そう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 、そこをついている話題になってるっていうのは完全にそこに客観性が欠けてしまっているという意味だと思う、ね、結果として話題になってるだけだ、そうそうそう、だからただそれもまた私というもののね、乖離っていうものの一つの逆説的な表れというふうに考えることができるだろうと、そういう指定主義の後に出てくる考え方、うん、あ、そうですね、指定主義によって破壊されちゃった後に初めて可能になるもんだというふうにここで吉本さんは言ってるんだ、乖離みたいな感じなんだ、うん、ただいずれにせよその私の水準と表出する私の水準というものは事実性としての私というもの、あるいは事実と私の間が無矛盾的に結びつきうるような私のレベルというものははるかに超えつつあるところに成立しているということだと。で、このことが最も深い形で現れてくるのが僕はやっぱり漱石だと思う。この問題が、ね、最も本格的に。だからさっきリアリズムからの逸脱が最終的には20世紀においてね、あのプルストとジョイスとムージルに結実するというふうに申し上げました。この道筋を日本においてたどったほとんど唯一の作家って漱石なんじゃないかと思う。つまり漱石は日本においてちょっとね、乱暴っていうかむちゃくちゃな言い方に聞こえるかもしれないけど、漱石っていうのはたった一人でね、日本の中でたった一人でほとんど唯一ヨーロッパ文学の流れで言えばその19世紀の後半から20世紀にかけてプルストとジョイスとムージルがやろうとしたことを独力でやろうとした唯一の作家だったんじゃないか。それだと特性なき男と明暗が対応するみたいな感じですか。そう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 、そうですよね、明暗と特性のない男って対応するって考えていいんじゃないかな。特性、まさに特性のない男と明暗のあの津田という男もね、つまり道草はちょっとあれだな、明暗のテーマっていうのは何の特性もない凡人だと、凡人が主人公になった小説、吉本さんが言ってるのは明暗はなんか主人公変えちゃってるって言ってたよね。ああ、なるほど、ね、それがすごい通俗的に普通なのに、うん、それがなってないからすごいんだみたいな気がしてて、だからこういう主人公を描くとすれば、うん、ほとんど通俗小説になるはずですよね。どうだろうな、通俗小説化したものとして明暗の舞台だけになっちゃうかな、ね、うん、明暗の世界を通俗小説に置き換えるとどういう感じの作品になるんだろう。丹羽文雄みたいな世界ちょっと違うかな。吉本さんなんでその、要するに同じ小説の中で主人公を変えちゃうと通俗的になるって言ってるのかは、うんうんうん、僕はよくわからないですけど、ただそういうことを繰り返して言ってますよね。僕もね、ちゃんと明暗読み切れているとは言えないから、しかとしたことは言えないけれども、文学体と和体のなんか、うん、高度な、そう、それは一つありますね。表出論的に言うと、文学体と和体の関係の問題になる。その関係の中にちょうどこのなんか小市民がうまく入ってくるんじゃないかな、うん、それとね、そのことと多分関連をするけれども、通俗小説における話題性っていうのはね、具体的に言うと何になるかっていうと、エピソード主義になるんですよ多分ね、エピソード主義。でも明暗という小説どうですか。あ、それはないです。エピソード主義ってないでしょ。ちょっと別な意味で言うと、道草なんかの世界にはある種のエピソード主義があるような気がするんだけれど、明暗にはその道草にあった程度のレベルのエピソード性すらなくなっている。怖い平凡って
怖い平凡、その通り。あ、言えて、それはうまい表現だと思う。怖い平凡っていうのがまさに明暗の世界だと。なんかよくわからないです。完成度が一番高い気がするんですけど、そうそうそう、そういう意味じゃエピソードほとんどなんか記憶に残ってないです。そうなんですよ。というところで、ちょっと漱石の話に入りたいんだけれども、まあ漱石に関してはですね、さっきのまあ、あと鴎外には簡単に触れて、もうさっさと鴎外の話は終わりにして、で、鴎外が自伝小説によってたどった過程を漱石は彼岸まで後人、心、道草によってくぐったと。で、彼岸、彼岸過ぎまで、ごめんなさい、彼岸過ぎまでから心に至る先が表出として網走までを出るものではないと。まあ、心の問題をどう考えるかっていうのはなかなかね難しい問題。ただ表出詩として見ればっていうのは分かるような気もするし、ちょっとうーんと考えちゃうとこもある。その前の志賀直哉についての吉本さんが芥川と対比してなんか階級格差みたいなのかな、うん、なんか志賀直哉に芥川憧れたんだけど、ああいうふうにはできなかった。それで志賀直哉のその文章と人物がなんか一致してるみたいなとこがそこに憧れるって言ったのと、うんうん、なんかそのあとまあよく志賀直哉には近代的自我がないっていう人もいますよね。それ関係あんのかなってちょっと。でもね、ここの志賀直哉についてのちょっと戻って志賀直哉についての議論を踏まえていった時、志賀直哉に近代的自我がないっていう言い方は完全な誤解だということになるんじゃないね。で、志賀直哉には近代的自我がないっていう一種の神話、志賀直哉神話を作ったのは、僕はこれやっぱり小林秀夫の志賀直哉論だと思うね。でも小林的な志賀の解釈、これ非常に圧倒的な力を持ったことは間違いないんだけれども、今振り返ってみた時に小林の志賀直哉論には非常に大きなこう偏りというのがある。でそれは何かっていうと、吉本さんの言い方で言えば、日韓性の日韓の仮想性に固執する限りは対象の描写の強い選択性と転換にこの特徴を表ざるを得ないと吉本さん言ってるわけね。引用の26を踏まえて網走に、この日韓の仮想性に固執しながら対象の描写の強い選択性と転換に依拠しているというところを、小林は志賀直哉には近代的自我がない風なね捉え方をしたんだと、捉え方をする根拠になったんだと思う。ということは別な言い方をすれば、僕は小林の志賀直哉についての最大の誤解のポイントってのは、志賀直哉を私小説の延長線上に読んでいたっていうことじゃないかなと思う。ただこの問題もどうなんだろうな、暗夜行路の問題を考えた時には一筋ないじゃいかなくなりますね。いずれちょっと暗夜行路の問題はここで議論しなきゃいけないはず、 いけないことになるんだろうと思うんですけど、選択と転換っていうのは吉本さんの、うん、そうそう、あれとあそこの部分ですよね。そうそうです、要するに芸術の、要するに、うん、最初のね、言語の転換と言うととかいうところ、うん、そうそうそう、第3章のところですね、隠立先端、選択転換言うと、言うと、ここのところで、で、その上で表出として見たとき、漱石の我が輩は猫であるから明暗に至る道筋は一路緊張と上昇の 連続であった。そして少なくともそれから以後の漱石は常に同時代の表出の頂を走り続けているということができるということで、このことは日本の知識人の問題の内的または外的な要因の全てを、少なくともそれから以後の漱石はごまかさずに自己意識の問題として受け止め、悪戦をやめなかったことを意味している。漱石は膨大な本質的な課題を抱え込んで死に至るまで緊張を解かなかった。その精神的な旅力は近代語に比肩するものはないのである。こ
この辺りはちょっと表出資論の枠をはみ出した言い方なんじゃないかなという気がするけれども、逆に言えばそれだけ強い思い入れがやっぱり漱石に対して吉本さんの中にあるということだ。ただじゃあこのことをもう少し具体的に表出の漱石の表出の水準というか構造というか、そういうものの中に分け入って考えた時にはどういうことが出てくるのかっていうことで、ちょっと皆さんに今お配りした、コピーですけれども、これは道草の一部で、ここのところに対応するのが平野堅の夏目漱石の引用、平野堅の夏目漱石の引用があって、その後のところで、ちょっと皆さんもね、ちょっとテキストがこの初版のテキストだと228ページなんですけど、文庫版だと何ページになるんでしょうか。268、うん、平野堅の夏目漱石はっていう引用の後のところですね。でそのちょっと後のところで、道草を流れるのは生な日常的な時間ではなく紛れもない小説的時間である。ただ素材を身辺の体験的世界にとったということを意味するのでなければ日常的時間は存在しないし、明らかに心までの表出から一歩踏み出したものであった。まあ、心に主人公の先生の自殺というね問題、さらには明治の終焉という問題がいわばエピソード的に絡んでいる。それに比べると道草にはそういうエピソードすらもは消えつつある。でこれはさっき言ったように明暗なんてもっと徹底していくわけですけどね、そういう問題が、で明らかに心までの表出から一歩踏み出した。じゃあその世界っていうのが出てくることが表出的に何を意味するかっていうことがここで問題になるわけですね。でこの一歩はおそらくそれからから心へ至る先の奥に根源的に現れた漱石の現実性にあらわな形を与えた。この根源的に現れた漱石の現実性、これが何かっていう問題になると思うんですね。でそれからの大輔の内的なアンビバレント、門の宗助の在庄感、後人の一郎の細君に対する疑惑、心の先生の背離感というように貫かれてきた漱石の自己表出の根源的現実、つまりここでいう漱石の現実性というのは私表出的な現実性ではなくて自己表出的な現実性なわけですね。で何度も言うんだけど、この自己表出的な現実性というのは社会からのこの乖離というものが、ここで書いた乖離というものがない限りはこの自己表出的な現実性というのは表には出てこない。でこのことが漱石の持ってる最大の意味であると僕は考えていいんだろうと思います。この漱石の自己表出の根源性は道草に至って島田老人として継承化された。で主人公の賢三を幼少の時に養子として預かったことがあるという理由で裏ぶれた姿で恩を着せて金銭をせびり取っていく島田老人の設定は、それ以前の作品の中で無形の在庄感として表出されたものの具体的な姿であったということなんです。でここで在庄感という罪の意識という形で繰り返し吉本さんが言ってる、この在庄感という言葉が先から言ってる乖離というものを、ずれというものを表している。つまり漱石の中には自分の存在というものがある社会的な事実性、あるいはその社会的な事実性を背景として成立するようなある安定した構造とか安定した秩序とか、でそれは私表出的なものに向かうわけですよね。そういうものとはどうしても自分が一致しない、どうしてもそういうものから自分の存在というものは乖離してしまうという強い意識をずっと抱いていた。ここで吉本さんが言ってる在庄感というのはまさにそういう吉本さんの中に、夏目漱石の中にあった社会的なもののあり方、まあ、社会的事実性のあり方、あるいはそこから形成される文学的に言えば私表出性に対応するような構造や秩序や規範や価値や、そういうものからどうしても逸脱しちゃう、どうしてもずれてしまう自分の存在の根源とも言うべきもの、そういうものが漱石において
このそれから以降の作品の世界の中で全面的に現れてきていたということですね。で、漱石、この漱石のそうした乖離の問題っていうのが、一つはここで島田っていう老人、これはあの漱石はあの実際彼幼年時代に養子に出されるわけですね。塩原家っていうところで、養子に出されてもう一度また戻るわけだけれども、で、あの漱石の心労の一つがその養家と実家の間のに自分が引き裂かれていくという意識があったと。まあ、ただそういうだけの実践で言ってしまえばこれ私小説になっちゃうわけだけど、漱石の場合はそうではないですね。そうではなくて、もっとなんていうのかな、存在そのものの乖離というか、存在そのものの中にある種の根源的な亀裂というものが生じてしまうような、まあ、吉本さんに関してのこの名前を出すのは本当はあんまりあれかもしれないけど、そういうなんていうかな、漱石の中にあった根源的な存在の亀裂、あるいは存在恐怖とでも言ったらいいのかな、というものは一番僕深くえぐったのは唐谷公人の夏目漱石論だと思うんですね。意識と自然という畏怖する人間という評論集に、で、まあ、彼のデビュー作ですよね。意識と自然という漱石論で確か唐谷は群像の新人賞をもらったんだから、彼の実質的なデビュー作と言っても、これは非常に僕は独特な漱石論だったと。存在恐怖、存在恐怖者としての漱石という視点で、それは何かっていうと、何度も言うようにその自分の存在というものがこういろんなことに理由付けを還元していっても、最後にどうしても存在そのもののレベルで残る亀裂とか歪みとかズレとかっていうものが残ってしまう。そこのところに漱石っていうも存在の特異性なり独自性っていうものがあるんだという、まあちょっとうろ覚えだけどそういう議論だったと思うね。さあ、そこでちょっと道草の実際のテキストを見てみたいと思うんですね。で、これは新聞連載の時の順番でしょう。53回から54回と。で、53回のところには島田老人にお金を渡した後の紙入れをめぐる妻とのやり取りというものがある。で、54の方ではさらにそのここは妻とのやり取りが非常に生々しい形で現れている部分で、この道草っていう小説、あるいは漱石の小説全体の問題とも関わるわけですけれども、共同幻想論の中にも漱石の道草だったかな、道草を取り上げた部分がありましたよね。で、あれの中で、夫は妻がもうちょっと優しい言葉をっていうか、妻が自分の気持ちを分かってくれればそんなに邪険にしないのにと思うし、杉江さんとか、うん、そうそうそう、それから、妻の方はもうちょっと夫が優しい言葉をかけてくれればもうちょっと自然に振る舞えるのにという、その妻と夫の間の心のズレみたいなものを問題にしていたわけだけれども、まさに道草っていう小説の中で非常に重要なテーマとして出るのはそういうズレなわけですね。つまり心と心が通わない、コミュニケーションが、さっきの言い方でコミュニケーションというものがズレてしまう、成り立たなくなって、ズレのために成り立たなくなってしまう。ちょっとここ、まあ、せっかくなんで読んでみます。54のところから。賢三の気分にも上がり下がりがあった。出任せにもせよ細君の心を休めるようなことばかりは言っていれなかった。時によると不快そうに寝ている彼女の手たらくが尺に触ってたまらなくなった。枕元に突っ立ったままわざと剣丼にいらざるよう命じてみたりした。細君も動かなかった。大きな腹を畳へつけたなり、打つとも蹴るとも勝手にしろという態度と、平勢からあまり口数を聞かない彼女はますます沈黙を守って、それが夫の気を苛立たせるのを目の前に見ながら済ましていた。つまりしぶといのだ。剣丼の胸にはこんな言葉が細君の全ての特色でもあるかのように深く刻みつけられた。彼は他のことをまるで忘れてしまわなければならなかった。
しぶといという観念だけがあらゆる注意の焦点になってきた。彼は予想を真っ暗にしておいて、できるだけ強烈な憎悪の光をこの4字の上に投げかけた。しぶといという言葉ですね。で、サイ君はまた魚か蛇のように黙ってその憎悪を受け取った。したがって人目にはサイ君がいつでも品格のある女として映る代わりに、夫はどうしても気違いじみた解釈もしとし評価されなければならなかった。まあ、これはまさに漱石の自己評価というか自己描写って言ってもいい。まあ漱石夫人の思い出の中に気違いじみたっていうことが何度も出てくるですね。あなたがそう邪険になさるとまたヒステリーを起こしますよ。ヒステリーってこういう感じが合ってるんですね。で、サイ君の目からは時々こんな光が出た。どういうものか賢三はひどくその光を恐れた。同時に激しくそれを憎んだ。我慢な彼は内心に無事を祈りながら、上辺では強いて勝手にしろというふうを装った。その強硬な態度のどこかにいつでも仮想に近い弱点があるのをサイ君はよく承知していた。この辺り の妻と夫の間の非常にこう微細な心理のね、やり取りの心理のプロセスというもののたどり方というもの、これはやっぱりすごいと思うね。おそらく大なり小なり世の夫と妻というものは、大なり小なりこういう部分を抱えている、抱えてない人もいるかもしれないけど、でもいるんじゃないですかね。抱えてるのが普通じゃない。そういうところをまあ、いわばこうぐーっと拡大して見せるわけですね。それは非常に微細な2人の、夫と妻という2人の人間であるのズレ、非常に微細なズレなのかもしれないけど、そのズレにいわばこう指をかけてギーッと無理やり開いていくようにして、拡大していくようにして、漱石はここで夫と妻の間のやり取りというものを描いてるわけですよね。どうせお産で死んでしまうんだから構やしない。彼女は賢三に聞こえましにつまずい、つぶやいて、賢三は死んじまえと言いたくなった。ある晩彼はふと目を覚まして、大きな目を開いて天井を見つめているサイ君を見た。彼女の手には彼が西洋から持って帰ったカミソリがあった。彼女がエボニーの鞘に織り込まれたその刃をまっすぐに立てずに、ただ黒い枝木を握っていたので、寒い光は彼の視覚を襲わずに済んだ。それでも彼はぎょっとした。半身を床の上に起こして、いきなりサイ君の手からカミソリをもぎ取った。バカな真似をするな。こう言うと同時に彼はカミソリを投げた。カミソリは障子にはめ込んだガラスに当たって、その一部分を砕いて向こう側の円に落ちた。サイ君は呆然として、夢でも見ている人のように一口も物を言わなかった。彼女は本当に情に迫って刃物三昧をする気なのだろうか、または病気の発作に自己の意思を捧げるべく余儀なくされた結果、無我夢中で切れ物をもてあそぶのだろうか、あるいは単に夫を打ち勝とうとする女の策略からこうして人を驚かすのだろうか。驚かすにしても、その真意は果たしてどこにあるのだろうか。自分に対する夫を平和で親切な人に立ち返らせるつもりなのだろうか、またはただ浅はかな征服欲に駆られているのだろうか。この辺りの心理の、ね、動きの描写というものもすごい、ね、で、賢三は床の中で一つの出来事を一筋も無筋も解釈した。そうして時々眠れない目をそっとサイ君の方に向けて、その動静を伺った。寝ているとも起きているともつかないサイ君はまるで動かなかった。あたかも死を照らう人のようであった。賢三はまた枕の上でまた自分の問題の解決に立ち返った。ここで問題の解決という、この問題というのは言うまでもなく、ここで社会的な問題でも何でもないわけです。人生の問題ではない。まあ、さっきの柴田さんの言い方で内面の問題って言えば内面の問題な、ただその内面の問題を内面の問題として扱う手つきというのが、例えば私小説の場合なんかとは全然違うということもやっぱり見ておかなければいけないと。で、その解決は彼の実生活を支配する上において、学校の講義よりもはるかに大切であった。彼の細工に対する基調は全くその解決一つでちゃんと定められなければならなかった。今よりずっと単純であった昔、彼は一途に細工の不可思議な
挙動を病のためとのみ信じきっていた。その時代には発作の起こるために亀の前に己を懺悔する人の誠を持って、彼は細君の叱咤にひざまずいた。彼はそれを夫として最も親切にまた最も高尚な処置と信じていた。今だってその原因がはっきり分かりさえすれば、彼にはこういう慈愛の心は満ち満ちていた。けれども不幸にしてその原因は昔のように単純には見えなかった。彼はいくらでも考えなければならなかった。到底解決のつかない問題に疲れて、トロトロと眠るとまたすぐ起きて講義をしに出かけなければならなかった。彼は夕べのことについて、ついに一言も細君に口を聞く機会を得なかった。細君も日の出とともにそれを忘れてしまったような顔をしていた。はい。という。やっぱりすごいですよね。本当にすごい。こういう世界というのは、これはまさに今日の言い方で言えば、この漱石のこの小説の世界以前の日本の近代文芸にはなかった世界だと言っていいと思う。ここにはまさに存在の亀裂というべきもの、作家の言い方では実践の私と表出する私というのは完全に乖離を始めている。でその背後にあるのは社会的なもののあり方の中において、個というものが自分の位置というものをもはや見出すことができない、私の漂流、この漂流ってものが始まってしまっている状況というものが背後にあるだろうと。もう膨大に膨張していった社会の中に自分の位置というものを見定めることができない、で自分の位置を見定めることができないということは他者とのつながりを持つことができないという意味にもなるわけ。これハイイメージ論の形態論で漱石が初めて形態を、視線を獲得したって言い方してますよね。で、なんていうんですか、それは世界視線と絡めてるんですけど、これはポジション的になんかこの視点がどっから来たのかってわからないんですよね。わからない。だから驚かされるんだけど、そういうことを、ここでそう、この夫婦間の争いをじっと見ているこの漱石の目というのは、いや漱石の目、事実としての漱石の目じゃないわけですよね。これはさっきの作者、さっきおっしゃられたね、モネの、そうそれ、まだなしに近い、感じなん、そういう感じだと僕は思う。なんかはっきりしない。ならここで描かれたのは実性じゃないわけですよね。実性が描写されてるわけでは決してない。僕はあのその拝明治論で漱石の形態認識っていうのを世界線と絡めて言ってるのを読んだ限りじゃ、あんま分かんなかったけど、今これを見てみるとそれと関係あるのかなってちょっとあるでしょうね。あると思う。つまりこれは正確に言うと、この夫婦間の間でこう祖母が来たしている、その祖母が来たされている、その次元そのものに漱石の目が位置してるわけじゃないですよね。それと重なり合ってるわけじゃない。それをその行為の過程をやはり外から見てるわけですよ。外から見てるんですか、これ。いや、外から見てるっていうとまずいな。そのもののね、ところをこうずっとたどっている、感じが。でもね、たどることができるのはその祖母そのものに同化してたらたどれないわけです。対象ができてない。対象化できてない。でも対象化ではないんですよ。対象化ではない。対象化じゃないけど、全くその中に入り込んでたら、やるわけじゃないですか。対象化すれば閉じるわけでしょ。つまりここで問題がなぜね、それがどこから来ているのかっていう原因が分かるはずなんです。対象化する、対象化できないから原因が分からないわけです。本当さんだと、あの宮沢賢治の視線とか、その分裂病と重ね合わせたでしょ、そう、だからここである意味ではそのこの漱石の視点というのは、この賢三とね、お作だったかな、お作っていうこの妻との関係というものに対して極めてスキゾフレニックに振る舞っていると言ってもいいのかもしれないね。分裂病的にね。吉本さんのなんか心理学者の人だったんですけど、このあれをなんか人間のなんか存在のなんか、こう根底的な、その根底的な今の問題でもある。それの問題を、漱石はなんかもう。そこにつけたってしまったというような言い方を知ってますよね。盛んにだから向こう側の視線とかずっと言ってて、世界視線って分かるより分かんないんだけどこうやって正義人に即していくとなんか見えるのかなって、そうだからこういう部分を読むことによって、僕は漱石の一つのね、非常に重要な次元っていうのが見えてくるんだと思う。だから最近の人間と人間の関係そのものでしかなくなってる、言わせ
性を、そうそうそう、そこに、でも関係そのものであると、その関係そのものが今なんだよ、はい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 、関係そのものが今に なってしまっていると、こういう世界へと漱石の文学世界っていうのはなぜ至りついたのかっていう問題だと思う。もちろん漱石自身の資質の問題があるでしょう。それありますよね。養子に出た。おそらく漱石自身、まあ、あの妻のね、回想録とかいろんなあれから証言から見て、漱石がほとんどこう分裂症的なね、今風には統合失調症的な状況に陥っていたことはほぼ間違いないだろうと思う。吉本さん、夏目漱石はこうなってますよね。と同時に、そういう病というものに還元できない、もっと、うん、もっと奥深い問題がそこにあることも事実だろうと。それも言ってますよね。うん。今病気に関係できない。だから存在そのものの、なんていうかな、病。存在、病としての存在、存在としての病。うん、なんだろう。うん。で、そのことは同時にこの時代状況とも重なり合う部分を持っている。だから幾重にも漱石の文学の中には、この時代状況における表出水準というものをたどる、非常に重要な鍵っていうのが幾重にも折り重なった形で存在しているっていうことだと思うんだね。で、この間もちょっと言ったけど、こういう漱石の世界を決定的に誤解したのは僕は白川だと思う。まあ志賀直哉の問題はちょっと別かもしれないんだけど、芥川もある意味では誤解をしたんだと思うし。というか、なんていうのかな、広い意味における対象教養主義の連中というのは、こういう漱石の世界を決定的に誤解をしてしまった、まあ、その誤解のシンボルというのが、僕は小宮放流だと思う、ね、小宮放流の漱石像だと、つまり人格主義、人格主義という形での漱石の理解と。漱石を人格主義なんかで理解しても何の意味もないわけですよね、はっきり言えばね。まあ、一つだけ出てくるけれども、漱石を小宮放流が作った人格主義の呪縛から最初に解放したのが、僕は江藤淳の漱石論だと思うね。しかし、まあ、漱石のことはあんまり偉そうなことを言うといろんなとこから激しい十字砲火を浴びそうな気がするから。あれ吉本さんの長野漱石もあれ、適当に手札がなくなったから書いたんだよね。吉本さんに即して適当に書かれるようにしとけばあんまり言われなくて、うん、はい、で、今度は明暗の問題になる、この4の方ですよね。明暗のところこう言ってますね、4、明暗、下院の末裔、田園の憂鬱の方になると、これ明暗によって漱石が示したのは、文学体と話体とのある高次な段階での融和であったと。だからほとんどスキゾフレニー寸前というか、スレスレのところで、例えば水草の世界というものが描かれていると、表出されているとすれば、明暗では、まあさっきのね、藤田さんの言い方で言えば、恐ろしい平凡の恐怖、表すべき平凡への回帰と。だから一見すると、明暗の世界っていうのは再び事実性というものが前面に出てきているようにも読めるわけですよね。でも果たしてそれだけなのかと。この何事もなく淡々と続く平凡な日常というものが真に恐ろしいという意味っていうのはどこから来るのかということが、おそらく明暗の主題だと思うんですよね。その引用のところね、ちょっと今日は明暗の方まであんまり届いてないんですいません明暗いずれちゃんと読まなきゃいけないんだけれども、その引用のところね、彼がふと目を上げて細工を見たとき、彼は刹那的に彼女の目に宿る一種の怪しい力を感じた。それは今まで彼女の口にしつつあった甘い言葉とは全く釣り合わない妙な輝きであった。相手の言葉に対して返事をしようとした彼の心の作用が、この目つきのために一寸遮断された。すると彼女はすぐ美しい歯を出して微笑した。同時に目の表情が跡形もなく消えた。これは今さっき読んだ道草の描写、まあ道草の描写と言っちゃいけないかな、
表現とやっぱりちょっと微妙にずれますよね。なんかスッキリする。うん、そうそう。スッキリするっていうのは、まあ、確かにその通り。つまりある種の事実への回帰というものが、指標質への回帰というものが感じられる部分がある。それがここで和体と言ってるところだと思うんですよね。だから道草のレベルに比べた場合に明暗においてはさらに道草の世界をもう一つ突き抜けて道草の中の心理的な葛藤の世界ってものをさらにもう一段上のレベルからまさに世界視線的にって言ったらいいかな。だから遠くから見てる、うん、そうそう。だから世界視線的なっていうさっきのね柴崎さんの指摘から言う明暗こそそれに当てはまるんじゃないですかね。でそれはある種の心表質への回帰という側面を持ってたことは確かだと。でもそれは単純な心表質の回帰であり得るはずもないわけだ。携帯論で変な三角関係の図みたいな感じで、そうなんか認識が抜群にあったみたいな言い方してるんですよね。これは表質論の直接なテーマになりにくいんであえて触れなかったんですけど、やっぱり漱石の文学考えるときにねどうしても避けて通れない問題はやっぱり漱石の三角関係の執着の問題だと思うね。でこれはもちろんスキャンダラスな意味での三角関係っていうものへの執着であるとか、あるいは彼の電気的事実に還元できるような問題というわけではないと思う。もっと根源的な意味で相手の三角関係的な視点というか眼差しというものが漱石の中に非常に根源的な形で存在している。じゃあこの三角関係つまりある社会的なものあるいは社会的なもっと個人の存在というものの関係というものを見ると漱石の目というのは必然的に三角関係的にならざるを得ない、そのゆえんが何なのかっていうだと思う。これは難しいね。昔京都大学の社会学の先生でね作田圭一さんっていう、人がいこの漱石三角関係の問題漱石における三角関係の問題について論じていた、あれ何だったっけな、あの本はちょっと忘れちゃったんだけれど、確か作田さんはその時にこの漱石の三角関係の問題はフランスの宗教学者というか神話学者というべきなのかな、ルネ・ジラールという、欲望の三角形っていう議論をした人ね、暴力と性なるものを書いたジラールの議論を使ってやってたように、ジラールの議論を使ってやるとするとそのあらゆる欲望は模倣欲望になるわけですよね。だから三角関係っていうのは要するにその模倣欲望の関係だと。だから二者の間で成立する欲望その外側にいる三者が模倣することによって模倣することによってっていうかどういうふうに言ったらいいんだろうな、そこに模倣欲望が重なることによって二者関係が三者関係に変貌していく、その構図っていうもので漱石を考えるってことになるのかな。ちょっとあんまり今の言い方は正確じゃないな、もうちょっとこれ考えさせてください。この三角関係漱石における三角関係の問題っていうのは何なのか、これはちょっと直接この吉本さんの言語美の表質論とはつながらないかもしれないけど漱石を考えるときに非常に大事な問題だことは間違いないと思います、ね、それはね吉本さんが最後の頃にこの自己表質っていう言い方をその、うん、もう一人の自分との無限のなんか自己対話というか、うんうん、あれでやるとまあ最後まで徹底したその対話をし続けた、うん、夏目漱石がですね、まあそうですね、やり続けた人間で自己表出のすごさっていうか、うん、そういう観点はある、うん、だから今のね藤田さんの言った言い方を踏まえて言うと漱石の私というのは閉じないんですよ、うん、永久に閉じない、うん、そうですね、開いたままである、うん、私は私であるというアイデンティティに向かって閉じないんだ、閉じないからこそ三角関係になるっていうふうにも言えるのかもしれない。もしそれが閉じるとすればそれは二者関係でいいわけですよね、私とあなたでいい。ところが閉じない
私とあなたっていう関係の中で完結をしないからこそ、私とあなたから逸脱するもう一人の私、もう一人のあなたという形で無限に三者関係で、だから三角関係っていうのはこういうふうな形で、三角関係自体は閉じてるわけじゃなくて、むしろ二者関係が外に向かって開かれたまんまだというところで常に三極が現れてしまう。だからこの三極は無限に続くわけです。なんか、ね、三角関係、社会が入ってくる感じしませんか、ね、そういうことです。だから社会的なものに、だから二者の関係で閉じない、だから社会的なものがいわば暴風のように介入してくるという見方もできる。ただね、それはちょっと単純すぎません？いや、単純じゃなくて逆に複雑だと思う。二者の社会があるから開く、いや、社会って言い方がですね、要するにね、あの単なる愛じゃなくなっちゃう、愛じゃないものが入ってくる。だから、ね、こういうふうに言ってもいいかもしれない。この漱石の中で逆説的に三者関係、三角関係から見えてくるものが、その閉じないね、あなたと私の間で閉じない、私自身も閉じない、あなた自身も閉じない、無限にそこへ開いてしまうという時に見えてくるものが、相対として決して閉じようとしない社会的なもののね、運動であると。逆に言えば漱石の中では社会的なものがそういう無限に閉じないね、第三極というもの、第三項というものを常に排し続ける、無限に閉じない運動のプロセスとして社会的なものが、ね、考えられるようになってきている。携帯論だと、その、漱石のまず携帯論で漱石出してきて、次の自然論だったかな、マルクスの価値形態論っていうのが、漱石の何ていうんですかね、形態と同じみたいに、そのマルクスが初めて価値形態を形態として分離したって言って、やっぱりその、同じ構造で言ってるんですよね。まあ、結局意味わかんないんだけども、なんか、まあ、ちょっと対応させられないなと思ったんだけど、携帯まで持ってったって言ってでも多分それはもう先行するテキストとの関係で言ってるから、これもすごく大雑把な言い方をすると、価値形態の意味っていうのは価値実体論を超えたってことだと思うんですよ、あるいは価値実体論を解体したと、価値というものが実体として何々は何々であるというふうにアイデンティファイする形で語ることができないものだっていうことを明らかにしたのは価値形態論だ。つまり価値は実体として閉じるんではなくて、無限に価値形態という関係に向かって開かれていると。関係の無限連鎖というものしか価値というものは存在しないんだということを明らかにしたのは価値形態なんです。でそれをもし漱石に反映させるとすれば、要するに漱石の中で三角関係に象徴されるのは、人間のアイデンティティというものは無限に開かれた、開かれっぱなしであると、決して閉じないんだと。逆に漱石というのは、その要するに社会的なものというのは、その閉じないという、アイデンティティが閉じないというところの延長線上に見えてくるものであると。ちょっとモネのさっきからもつながってる。そうそうそう、モネの絵もあのタブローの中で完結しないわけですよ、無限に光の戯れの、うん、そう、出て生まれて関係の中にしか存在しない、眼差し、うん、私の眼差しと対象の間の戯れ、光の戯れっていう形である関係の中に無限に開かれっぱなしなわけで、だから永久に閉じない。吉本さん、3人の例と2人の例出しますよね。2人だったら旅行行かなくてもいいけども、それで済んじゃうけど、3人になると金出しちゃったりする時にね、必ずここでこう社会が出てきて、そう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 、それでなんかこう、うん、いろんなね、あいつが辞めたとか出てくるという、あの二角関係と三角関係のあれ、うん、あのちょっと例に出してるところも簡単だと思うんですけど、ね、で吉本さん自身もやっぱり三者関係で考える人だと。そうですね。だから自己幻想と対幻想と共同幻想だと。自己幻想は自己関係なわけですよね。対幻想は二者関係です。共同演奏は三者関係から始まるわけですよね。今度2月1日マスメジロまででしたっけ。一応2月1日は、重層的な非決定と最後の診断と麻酔メジロと、でまだ肺メジロはやりません。肺メジロはちょっと難しすぎてね、まだとても論じられないんで、何っていうか分からない感じなんだね。というところで漱石のところで、まあだから存在恐怖というふうにさっき言ったけど、そういう問題で、じゃあそこから対象に至る、
ところ、大正、この明治のこの43年か45年の時期から今度は大正に入っていくわけだけれども、そこで何が生じたのかっていうのは、四の明暗、会の末裔、田園の憂鬱というところになるわけですよね。で、漱石を明暗によって訪れたこの人間認識の相対性、この人間認識の相対性っていうのがまだこう十分なんだけど、今言ったのは要するに関係に向かって開かれて、あの一つ一つのアイデンティティという単位そのもの、実体そのものでは閉じていかないっていうことをこの相対性っていうふうに言ってるのかなとも思うのね。つまり関係の中で無限に流動していくということでもね、その日露戦争の頃の話から そこまでいっちゃうのかね、うん、もうこれは現代そのものになっちゃう、うん、いやまあそうだとあの現代そのものにつながっていく問題が日本の中ではっきり見えてきたのは日露戦争以後のこの日露戦争の後の最初の第一次戦後だと思うんですよ、うん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 、こういう社会というものが巨大なモンスターである、日本の中でね、社会という巨大なモンスターがモンスターとして認識されるようになったのもこの日露戦争の後の戦後だし、から主体というものが非常にその私というもの、主体というものがかつて明治の初期のね青年たちが理想化していたような存在ではなくて、そのうちにものすごいたくさんの穴を持った歪みとか穴とか矛盾を抱え込んだ、その非常に私自身も一つのモンスター、奇怪な怪物であるっていうことに気がついたのもこの日露戦争の後の戦後だったんじゃない、ね、だから自然文学的に言うと自然主義の後っていうことになるわけだけれども、それは、一方においてその社会主義という、さっきもちょっと言ったけど社会主義あるいはマルクス主義という、形で社会的なものを思考しようとする、まあ、はっきり言えばその社会主義なりマルクス主義の問題っていうのは社会的なものの思考というのは社会的なものの抱えている対立や矛盾から社会的なものを思考するという、それは階級対立の問題だったね、階級矛盾の問題であった、そういうものははっきり出てくるわけですよね。でこの間も言ったけれども、実にあの、明治何年でしたっけ、共産党宣言が最初に翻訳をされたのが明治この辺でした。39年ですね。はい、すいません。そうなんです。明治39年、すでにもう明治39年に共産党宣言って訳されてる。ね。うんうん、まあその一方で例えば明治44年あたりを見ると、禅の研究、西田北の禅の研究が明治44年、1911年ね、それから大変僕なんかとしては面白いんだけれども、ニーチェのザラトゥストラはこう語ったが、最初に翻訳されたのも明治44年、1911年、あその頃もうみんなそういうのが出てんだ、うん、出始めてるんですね。そしてもう明治45年になると和津井哲郎の論文が発表されて、特にそれから、そうですね、これがあのちょっとあの象徴的だと思うのは大正2年、大正に入ると、ベルグソンの紹介が始まる。さっき言ったあの文学の展開ですね、あのリアリズム、自然主義リアリズムの世界から、プルストやジョイスや、あのムージルというような世界、まあ、広く大きく取ればその人間の意識の事実というものに主眼を置く形で文学というのは構成される。だこうした流れを思想的な形で一番よく表しているのは僕はベルクソンの哲学だと。で実際プルストはベルクソンの哲学から非常に強い影響を受けてる、ね、記憶の問題を含めて。でこのベルクソンの紹介が日本でも始まってるってことはその意味では非常に象徴的なことである。
構メラクソンだと思ってずっとこういった後の方であって、うん、明治ってずっと向こうだと思うから、それは重なってるっていうことはもうそこでもう現もうそれこそ関係論じゃないけど、そっちにダーッて言い始めてる、うん、でね、明らかに明治のこの最高期から大正の初めの時期の思想の側から見るとベルクソンとかそれからニーチェ、うん、今先でニーチェ、からもう一人これは西田なんか非常に注目してるわけだけども、ウィリアム・ジェームスっていうアメリカの宗教哲学、うんうん、ジェームスなんかも非常によく読まれてるわけだよね。そしてその一方でマルクスがもうすでに読まれ始めている、こういう動きですよ、ね、こういう動きから見えてくるものというのがこの時代の問題であり、かつ漱石の文学の問題でもあろうと。やっぱ前回その明治大正史世相編だったんですけど、うんうん、柳田のね、それ、うん、でもやっぱり学校教育史と、うん、やっぱ軍隊の歴史が結構パラレルに考えていくと、それは重要ですね、うん、もう少し、いきなり柳田国が出してきてもあんまり接点がないんですけど、うん、やっぱり制度論みたいな近代制度の編成みたいな風向的な視点を入れていくと、ちょっともちろんなんかだから一つの今こういう漱石の世界みたいなものが生まれてくる一つの前提にあるのは、おそらく風向的に言えば学校と軍隊によって進められた身体の規律化と、その身体の規律化に対応する形で進んだある種の内面化というもの、それが同時進行していく状況と、でまあ結局そういう規律化、身体の規律化と内面化というものが同時並行的に進行していった明治の歴史というものの一つの帰結が、僕は日露戦争の勝利だった、うん、つまりそういうその規律化と内面化によって育まれた明治の主体というものが、そのまま日露戦争を戦う主体でもあったわけですよね。でそれは一定の成功を収めた。それが早くもそのしかし解体していくわけですよね。そう、それが解体していくわけです。その規律化と内面化の神話っていうか、枠組みっていうか形態、まあ、形態っていうか枠組みかな、うん、それが意外にもろくも日露戦争後の戦後の中で理想の喪失だと思う、うん、理想の喪失、目標の喪失と、うん、ただまあ制度としては学校制度とかは、うん、医療制度とかはどんどん拡充していくわけでしょうし、いやもちろんもちろん、ただね、象徴的に言うと今もろくも崩れた最大の要因の一つはやっぱりこう、僕は明治天皇の死だと思う。まあ明治天皇の死は日露戦争からもうちょっと後になるけど、でも明治天逆に言えば理想のが失われたことのシンボルが明治天皇の死だというふうに考えてもいいのかもしれない。でそれがある意味で一番はっきり表れているのが心、漱石の心だと。だから漱石の心というのが理想の喪失状況というものを描いた作品だとすれば、心の後の世界、だから道草から明暗の世界っていうのは理想が失われた世界だ。理想が失われることによって社会的なものが変容してしまってるわけだよね。そういうものがわーっとこう表に出てきたっていうことじゃないかと。ね、心が理想を失われて具体的にはどういう感じですか。ここの先生とか、うん、先生の遺書の中に書かれている問題だと言って、あそこの中で明治の精神は失われましたっていうことははっきり言ってますよね。でこの明治の精神が失われたってことは明治という一つの理想イデアルがね失われたってことじゃないでしょう。やっぱり理想が失われて主体は解体するのかね。解体していくでしょう、ね、前見た感じは三角関係に悩んで、うん、悩んで死んだみたいな印象しか。じゃあね、そうした理想というものが失われていく状況で、理想の失われたそれを埋め合わせしなければ、はいはいはい、じゃあ何よって埋め合わせるのか、うん、そこで出てきたのは大正教養主義と結びつく内面性の神話だと思う、はいはいはい、でその出発点に位置するのが西田幾多郎の禅の研究だったんではない。だから禅の研究はやっぱその理想なき後の大正教養主義というかね、大正ヒューマニズムみたいなものの一つの出発点を隠したのが西田の禅の研究だったんじゃない。吉本さんに即しました。その後で言ってるのでなんか同性愛的感情がもつれた
って言い方もしてますよね、心に。ああ、なるほどね。先生、あ、だから、その問題は、これも学校の問題と一つ関わるんだけれども、まあ、これは日本だけではなくて、どんな国においあの先進国、イギリスなんかもそうだし、ドイツもそうだし、どの国でもあの近代の学校教育制度の中で形作られる世界というのはホモソーシャルな世界になるんですね。必ずホモソーシャルな世界になっている。今回も結構あの先生もなんかとか言ってますもんね。なんでそう。一つはあの学校教育が男性中心であったということ。でそのここでいう男性っていうのは要するに新たに形作られるあの国家共同体の担い手なわけですよね。でその国家共同体の意識的な担い手、自覚的な担い手を養成するという意味合いが学校には非常に強くあった。特にまあ高等教育ですよね。でその時にそうした主体を作る一つのその装置として機能したのが、どう言ったらいいかな、例えば高橋秀夫さんなんかの言い方で言うとホモアミクスという言い方、友人っていう友人関係でこの友人関係ってのが男同士の友人関係っていう意味でのホモソーシャルだね。それは分かる、うん、でこのホモソーシャルな関係って例えばあの一番典型的な例日本で考えるとはこれは旧制高校なわけです。旧制高校の寄宿舎寮ということになる。大外とかがよくあの、無理やり先輩に呼ばれさせられる、うん、そのミタセクシャリスに出てる、そういうのがあるわけ。でもそれは男同士を一緒にくっつけて今日あの集団教育すればそうなるっていう、いやそれ以上の意味があるんですね。やっぱりね、それエリートのエリート形成にはこのホモソーシャルの関係は不可欠だったんだよ、ね、なんか吉本さんもだから一番心が通じ合った仲間みたいな話で、で高校を超えるともうそれはできないって言い方してますよね、うん、そういう集団がなるっていうのは分かるけど、それが必然的論理的にそうなるっていう話ではないでしょ、うん、っていうふうに思う。要するにそう一緒にやっちゃって、いや絶対不可欠だと、それが必ずなければいけなくて、それがなければ軍隊みたいな強い絆はできない、できないし、あの近代国家の形成が成り立たなかった。近代国家の形成はこういうあの男性中心的なホモソーシャルな関係抜きには成立しなかった。これは歴史が証明してるわけ。それは一番そういう男性中心的なホモソーシャルな関係が一番ね強く形作られたのは実はイギリスなんです。イギリスの近代化っていうのはこういうホモソーシャルな関係を通じて形成されていった。でその一番あの土台になったのはパブリックスクールなわけです。パブリックスクールからケンブリッジ、オックスフォードっていう学校なわけです。まあ、軍隊はもちろんあるけど学校がやっぱり一番大きいわけ。心の先生はその男同士の仲っていうのがそういう外部から来たハプニング的に女との関係で崩れ去ってしまうっていうのにショックを受けて、そのことは象徴的なわけですよね。三角関係ってのはなんか同性は非常に関係あると思う。三角関係じゃん、論理的にものすごくあり得る。要するにあのね、同性愛的なものも含めた男性中心のホモソーシャルの関係の一番典型的なケースっていうか一番新しいケースっていうのはあのイギリスのブルームズベリーグループっていうやつね。ブルームズベリーグループってあれでしょ、ケインズ、リットン・ストレイチ、それからどれがいたんだっけ、バージニア・ウフ、バージニア・ウフは女だな、バージニア・ウフのお兄さん、うん、ブルームズベリーグループってのは最も典型的なエリートホモソーシャル集団だと思う。これはドイツ行くと面白いことに男性合唱になるのね。メンナコアっていうね、男の合唱隊っていうこのホモソーシャルの関係のもとの典型になる。あのその理想から言うとその高等遊民っていうのはどうなんですか。理想から外れた世界みたいになってますかね。でしょうね。あの高等遊民っていうのはそういう理想に向かって邁進する構造が解体した後に出てきた人間類型だと。だからあの大輔ね、それからの大輔、うん、この先生も何してるか分かんない。そうそう、大輔あれ何してかっていうと親の仕送りで食ってたんじゃないかな確か。それからこの道草の先生はこれはあの漱石自身とかで一校あたりの先生なんですよね、おそらくね。明暗の津田は何だっけ、あれは明暗の津田は何だったっけな、忘れちゃった。
ちょっと今度明暗にちゃんと勉強してきます。ということで、まあ、漱石で終始しちゃって他のことがあんまり入らないんだけれどもまあ滋賀と滞在についてはねちょっとご遠足したいだけで、まあ、最後に佐藤春夫の田園の憂鬱という作品が出てくる。この田園の憂鬱の舞台ってご存知ですか？僕ねちょっと個人的なつながりがあったもんだから、もう1980年に最初にドイツ語の非常勤講師をやったのが国士舘大学っていうところだったんでね。国士舘大学2つキャンパスがあるんだ、鶴川っていうところ、小田急線の鶴川にある鶴川校舎の方で、で鶴川の一つ手前の駅が柿雄っていう駅ですよね。柿雄から鶴川にかけてのあの辺りの丘陵地帯っていうのはこの佐藤春夫の田園の憂鬱の舞台なんですね。最近大変人気沸騰しちゃってる人たちの家があるところでもあるんだけれども、白洲次郎、白洲政子夫妻の記念館みたいな、ね、あの家があったところ、あれも柿雄な、あの夫婦の家も柿雄と鶴川のちょうど真ん中ぐらい。あれなんで一族が関係何ですかね。でね、この川上哲太郎の家も近くにあったんだけれども、川上哲太郎はこの田園の憂鬱に関連して書いてるんだ、 あの柿雄から鶴川にかけての丘陵地帯の地形というものはなければ佐藤春夫の田園の憂鬱は成立しなかったろうと。非常に独特な自然風景というものがあそこにはあると。それは何かっていうと、自然風景はそのまま詩になりうるようなね、何かね、つまり田園の憂鬱っていう作品はやはり非常に得意な作品だと。佐藤春夫ってもともと詩人なわけですよね。詩人の表出水準というものがそのまま小説に持ち込まれることによって成立したような作品と。で、ある種のその後の日本近代文学の系譜につながるものでもあることは確かで、その出発点に位置してるんだと思うんですよ、田園の憂鬱っていうのは。つまり詩的散文がそのまま小説の文体を形成するという、でこれも非常に自己表出的なものについた文学体的なものであると。例えばこういう系譜ってちょっと意外つながらないような感じもするけど、僕の感じだと例えば梶本次郎なんかはこういうやはり系譜で出てきた小説だと思うね。それからうん、堀達夫なんかもそうかな。で、意外にこの佐藤春夫の文体を現代においてね引き継いでるのが僕は吉行淳之介だと思うね。吉行淳之介の文体っていうのも分解していくとあれ詩になるの、詩の文体になっていく、詩の表現になっていく。吉行もあれあんまり言ってないけど、実は一番最初は詩なんですよね、彼も詩から始まってる。で、そういう系譜の出発点に立つのがこの佐藤春夫の田園の憂鬱という作品なんじゃないかと思うね。で、一番最後のところね、この最後のところ非常に僕は面白い、十分にねちょっと今日本当に準備できてくれて申し訳ないんですけど、田園の憂鬱は不思議な作品であるが、詩表出の意識を現実そのものに置かず、もっぱら自然と自己の自然的意識との交換に極限することによって、陽動する神経を視覚そのものと化した。ここに自然を媒介として人間はいかに自然的存在ではなく人間的意識の存在であるかを逆説的に、しかもそれ以外にはできない必然性をもって示した。それは文体の論理性の生き幅として表出されたのであると。ここのところは、これ面白いですね。これはやっぱりさっき言ったモダニズムというもののもう一つの側面だと言っていいと思う。だから佐藤春夫はやっぱり日本におけるある種の詩的モダニズム
ポエティックなモナリズムの出発点に位置する作家であるというふうに考えることもできるかもしれない。でさっきの谷崎もそうだったわけだけど、ね、明らかに谷崎とはちょっと違う性格を持っている。そういえば全然話は脱線するけど、谷崎と佐藤春夫の間には非常に不思議な関係があったね。奥さん交換事件というね。あれは実際にはまあうまくいかなかったわけだけれども、でその奥さん交換事件の副産物として生まれたのが佐藤春夫の代表作、あのさんまの歌という詩だったわけでね。というのはこれおまけというか付け足しです。というあたりでちょっと今日はあの本当に準備がちゃんとできてなくて申し訳ないんですけれども、あのだいたいそんな感じで読めるかなと。あのただ、次回あのすぐにストレートに行く第3部にね入る前にやっぱりちょっと明暗の問題もちょっとあの考えてみたいと思います。まあ明暗だけじゃなくて道草から明暗というこの、あの最晩年の漱石文学の意味というものについてもうちょっと考えさせていただきたいと思います。あのですねちょっと一つ考えたいね、うん、あのさっき帰りの問題のね表出は別にその、うん、そのこととその日本の詩小説の話をちょっと言われて、うん、そのまま詩小説の話、うん、なくなっちゃっておっしゃらなかったんだけど、その日本の詩小説っていうのは その話からその帰りがないんだと思うんです。つまり事実としての私というものとね、はいはい、表出する私というものが完全に重なり合ってる、はい、一つの私として重なり合ってるところに私小説が成立してると、うんうんうん、それは志賀直哉は違うことですか。僕は志賀直哉そうじゃないんだと思うよ、ね、だから志賀直哉は私小説だと考えるのはやっぱり誤解なんじゃないかと、うん、特に今日のねあの吉本さんの指摘を踏まえて考えれば、志賀直哉を私小説として読むのはやっぱり間違いじゃないかと、うん、つまり作中に出てくる私が詩がそのものであるという事実としての詩が直哉そのものであるというふうには考えられないっていうことだと。でそこのところを明らかにしていることが今日のねところで出てきて詩がの考察の非常に大きなポイントであると同時に、僕はやっぱりこの、 あの言語にとって美とは何かの分析のねやっぱり優れているところの、まあ、そういう点を明らかにしているところじゃないかと思う。やっぱりね、実にあのこの最後の佐藤春夫の指摘にしてもね、あのその志賀の指摘にしても谷崎の指摘にしても今日のところは特に、おお吉本さん冴えてるなって冴えてるなって、そんな偉そうなこと言っちゃいけないけど、そういう感じがするところだと。でそういうところで言ってものすごくたくさんのことが見えてくるわけです、ね、志賀直哉と私小説を一緒くたくにしてはいけないというような問題で、そうすると小林秀夫が志賀直哉論で作り上げた小林の志賀直哉像というのはやっぱりちょっと一回疑ってみる必要があるだろうというようなもんでね。そうするとだからある種の志賀直哉神話があるからね。はいはい、どうぞ。あのなんだっけ、側転機なんだっけ、うん、あの話は、うん、あのあのみんな誤解だとかなんかおっしゃってた、うん、どういう意味でおっしゃってた。あのちょうど道草明暗を書いてる頃、漱石はね、はい、あの午前中新聞連載小説を書くと、もう午後から書くのをやめて漢詩を作ったり漫画書いたりで、そういう形で、でその時にあの好んであの書いた言葉の一つが側転虚子で、さっき言った小宮放流なんか、この側転虚子という境地があの最後に漱石が至りついた、あの最高の境地であるという形で神話化したわけですね。天にのっとって私を去るという。しかしそうだとすれば、漱石の到達点とは東洋的人格主義になるわけです。うん、そうですよね。本当にそうかいって、そんなもんじゃないだろう。確かに側転虚子という境地に憧れていたことは間違いないですね。あの漱石にとってやっぱりね、一番自分が安らぐ場というのは書を書いてたり、南画を描いたり、水墨画を描いたり、それから俳句を作ったりという時であったことは間違いないだろう。でそういうものを通して側転虚子という境地に憧れていたことも間違いない。しかしだからといって漱石の
本来の境地というものが側転虚子という形での東洋的な人格主義みたいなものだというふうに考えるのはこれは間違いだと。もっと漱石の中にはドロドロと得体の知れない怪物的なもの、奇怪なものが渦巻いてたわけで、今日お話ししちゃったらそれだったわけですね。およそ側転虚子とは正反対の世界こそがむしろ側転虚子になれないということが漱石の本質だった。でもさっきのモネのね、うん、光のあれタンブレじゃなくて、あれはある意味じゃ西田のあれにも近いところがあるのかもしれないけれど、うん、側転虚子形としては側転虚子にもつながりませんとか普通的にはよく思っちゃったりするんだけど、うんうん、事実の中に私が消えるという意味ではね、うん、でもそれ調和じゃないでしょう、うんうん、モネの絵って晩年に行けば行くほど全部が解体していく、やっぱりあれもね痛ましい崩壊の姿、はいはいはい、絵画っていうものおよそ伝統的な意味で言うと絵画的なものが完全に崩壊していく痛ましい姿そうかっていうものが僕はモネの絵の板についた、うん、崩壊としての絵画関係で、その決してこう溶け合うのとは違うということをですね、うん、でモネが解体しちゃったものをもう一回再回収して安定した資料に持っていこうとしたのが後期印象派の天描画法だったわけですよね。スーラーからシニアクへっていう、でもね、僕ね、スーラーと死に役と比べ、ちょっと話が脱線するけど、スーラーと死に役と比べると、同じ天描画法でもスーラーと死に役は全然違うと。スーラーの中には解体の痛ましさがね、まだあるの。死に役になるとね、すごく安定しちゃって、あんま面白くないんだな、はっきり言えばね。だ僕はやっぱり最晩年のモネから初期っていうか、まあ、スーラ自身非常に早死にしちゃってる、あっという間に駆け抜けちゃったわけだけれども、ここのところに崩壊としての絵画、あるいは崩壊する絵画っていう、で漱石の中にもある種の崩壊する文学っていうかね、崩壊する私というものが、側転虚子はそういうのと全然それを否定するものでしかないわけ。少なくとも小宮放流が理解した側転虚子というのはそういう漱石の中の怪物性みたいなのを全く捉えようとしていない。さっきも言ったようにその漱石の中にある種のモンスターっていうものを最初にえぐり出したのは僕は唐谷公人の漱石論じゃないかなと思うね。まあ江藤淳もねそれに手をかけようとしたわけ。側転虚子なんかなんかいい感じと僕も思ってしまうね。ずっと思ってた。それだとなんか明暗のなんか透明性みたいなのを側転虚子と重ねて到達してるみたいにして、まあそういうふうに考えるのもあるのかもしれないね。透明性、素直さみたいなね、すっきりしてるところをね、渡りとも近づいてあったりと若干その関係あるかもしれない、うんうん、でもだから明暗で確かめたにはそうなんですよ。漱石は和解へ近づいたのか、それとも漱石にとって和解は存在しなかったのか。もう死にかけしたからかなと思って、うん、まあ確かにね、修善寺の体感で体の半分ぐらいの血が流れちゃって、ああそうするとねすごく気持ちいいんだそうよね。ほわーして、もう意識のこうレベルも下がってね、自分がこう自然そのものに溶解しちゃうような、そういう気持ちよさっていう体感になるらしいです、うん、体感になる、なくなる前は、うん、おそらく修善寺の体感の時に漱石そういうのを体験したことは間違いないだろうと思う。だけど側転虚子はそういうんじゃないというふうに高橋さんは、うん、僕がそう、それだとなんか血を出せばいいんだなと、ちなみにこれもエピソードだけど漱石は東大 のフランス文学者で辰野豊っていう、辰野豊、東京駅の設計した辰野金吾の息子ね、うん、で後東大の名物フランス文学の先生だ、名物教授になってる、この人の結婚式に出席して、そこで焼き鳥かなんかを食ったら悪かった胃潰瘍が裂けて、そこのところが裂けてしまって大量出血で亡くなったと。だから辰野豊がだいぶ後々悩んだそう。俺が漱石を殺したんじゃないかって、自分の結婚式でね出てきた漱石がそれが原因で死んじゃったっていうんでね、悩んでる。
さっきなんかね、うん、だから胃が消化しなくてあれしたんでしょう。胃に良くないでしょうな。それは胃潰瘍の湯にね、焼き鳥なんか食っちゃいかんでしょう。あのね、漱石は非常に食い地が汚かったですね。食い地が突っ張ってたっていう、ね、胃がんだったじゃないかとも言ってますよね、うん、なんか胃潰瘍。これは奥さんも書いてるけど、とにかく漱石は胃地汚かった、うん、口が汚かったっていう。でも奥さんの狙いさんに書くね。しかしさ、これ道草だって、これ奥さんこれ読んだらどう思うだろうね。これ新聞小説に書かれて奥さんでどう思うだろうね。いや、漱石の方も相当なもんだし、いずれはやめか柿つばたってやつじゃないかしね。そういえば大川の確か奥さん書いたやつは確か差し止めたとかいう話だったんですね、うん、そうそうそう、差し止めて、うん、一部のしかない。それはだって新聞書のことね。大外の半日っていう小説ね、あれはもう奥さん出版差し止めたって有名な話で。すいません。はいはい、どうぞどうぞ。本当にちょっと細かいところで、はい、気になってる。はいはいはい。今日のところもそうなんですが、ずっとその表出紙っていうことで、うん、出てきたのが、その最後の最後のページのですね、文庫でいうと280ページのところの1行目のところが表現紙になってて、表出紙と表現紙みたいな、それはなんか、吉本さんが意図的になんか分けて言おうとしてるのかどうかみたいなことをちょっと、その辺をちょっと次回にでも、はいはい、少し、どこですか。ずっと全体はもう表出紙でなってるのが、佐藤春町駅前。あ、そっか、はいはい、分かりました。280ページの第1行目のところで用途する試みがあるっていうところが、そこだけが表現紙っていう表現です。ああ、持ってて、これね、はいはいはい、一番1行目、表出紙違うでしょうね、これ区別してると思います。はい、うん、でその夏目漱石なんか表現紙の方から入ってくると表紙だけじゃ見えないことだもんね、なんか、うん、だからそう考えれば確かにね、今日の夏目漱石についての吉本さんの議論は表出紙っていう枠組みを超えて表現紙の目で拡大してるっていうふうに考えることができるかもしれないですね。前提にあるだろうけど、表出紙ってここで表現紙って言った時にはおそらく内容の問題を含むっていうテーマ性とかね、そういうものを素材とか、うん、そういうものを含んでいる意味で表現紙って、もうちょっと広い、だから表出よりはちょっと広い概念として使われてるんじゃないかなって感じがしますね。ちょっと知事意識の広がりになったら何を掴んできたかという、うん、そうそう、表出して言った場合には原則でそういう内容問題ってのは立ち入らないっていう形で論じてましたので、表現紙だとそういう問題が全部入ってくるんじゃないのかな、僕はちょっとそう思いますけど、ちょっともう一回それも考えてみます。これ確かに表現紙という言葉使ってますね。使ってる、うん、完璧に書いてるよね。はい、ということで、なんとか、ありがとうございます。ほとんど準備もしてない即興話で、もう持ちこたえるかどうか、十分持ちこたえるかどうか、非常に不安だったんだけど、なんとか持ちこたえて、あとはすいません。